どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、千葉県船橋市にあります濃厚豚骨ラーメン専門店武士道船橋店さんに来ております。この店はですね、濃厚豚骨ラーメンのね、スープがラーメンが人気ということで今回やっていくんですけども、今回もですね、なんか期間限定で激辛メニューをやっているという噂をキャッチしたので今日やってきたんですけれども、まあ、そのメニューがですね、辛豚と言われるものなんですけれども、これね、辛さが1から10辛まで、全てね10段階に分かれてまして、なんとハバネロパウダーをふんだんに使用しているということで、1,2,3,4,5,6,7,9,10辛に関してはね、10杯、ハバネロパウダーを投入しているので、もうハバネロパウダーね、もう幾度ともなく、苦戦を強いられた一品でございます。で、今回はね、なんかいろいろこう話を聞いたところで言うと、なんか裏メニューでね、今回ね、20辛をなんか特別に、作っていただくことになりましてね、もうやばいと、うん、ちょっとね、殺しにかかってくるような、お店なんで、ね、やばいですね。今日はね、相当な、激辛バトルになるんでね、今日はちょっと気合を入れてやってまいりたいと思います。それでは行った人の感想を見ていきましょう。辛豚、この間来た時には1辛にして、すでに私にとっては辛く失敗と思った。今回はリベンジ、0辛ベースにしてみた。うん、私の求めるのはこれくらいの旨辛さ。美味しゅうございました。1辛でへこたれてるのに10辛とかマジ無理っすと、いうレビューが上がっていますけどね、もうこれはね、もうそわさしてるんだよ。本当にもう今日はね、食べることに専念してこの戦いに打ち勝ちたいなと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。はい、というだけで早速中入ってきたんですけれども、これね、いろいろメニュー表ありますけれども、これね、一応濃厚豚骨ラーメンがこれ看板商品でして、辛口ラーメン、まあ辛豚と言われるものなんですけれども、ありました、こちら、辛さの指標ということで、1辛はハバネロのピリピリした辛みを感じられる旨辛ラーメンです。そして10辛に関しては、生きるということは困難の連続です。しかしあなたなら乗り越えられるでしょう。ふざけんなと、もう10辛でもう生きるのが困難かもしれないと、これは今回20辛だぞということでね、完全に殺しにかかれてますね。いただきます。さあ、辛と20からお手並み拝見ということで、さあ、じゃあちょっとね、まずスープからいってみましょう。いただきます。武士道だな、まずはね、これ、うわ、これ険しい戦いなのかな、ちょっとえぐいわ、ちょっと来てるわ。じゃあちょっと麺いきます。すごい、これハバネロ結構20杯ぐらい、これ大量に入れてるんですけど、濃厚豚骨のこの魚介スープ、非常にこのクリーミーな味わいでね、ハバネロ特有のちょっとね、あの風味、苦味、ちょっと嫌な苦味っていうのをこううまく中和されてね、いい感じ。いいな、これチャーシュー、これはうまい。スープが辛い分、肉の甘み、肉のね、肉汁が甘みを感じますね。しかし辛い、社長は何から食べてるんですか、それ。肉から。肉からすか。いや、本当ですか。5万です。何嘘ついてんだ。何嘘ついてんだ。ちなみに辛いのは得意なんですか。特殊な訓練を受けてます。あ、本当ですか。はい。特殊な訓練。やけに苦戦してるな。おい、辛いの強いのに、なんで今牛乳飲んでんだ、あいつ。ジュニさんにも、あれですか。え JK JK
はい、JK 来られても困りますって今撮影中ですか、ちょっと。入ってる具材はナルト、キャベツ、もやし、そしてチャーシューね、あとハバネロ、あ、やっぱね、これハバネロはね、だいぶパンチ効いてますけど、体内温度が5度ぐらい熱くなってきた。お待たせしました。はい。え、買ってください。なんすかこれ。え、うわジョニーさん用、ジョニーさん用に、はい、ご用意させていただきました。はい、JK でございます。え、どこが JK だ。ジョニーキラージョニーさんを殺す、うわジョニーキラー、うーわ、なにこれ。 JK でございます。ものすごい匂いするけど、非売品なんですけど。何入ってんすかこれ。キャロライナリーパー。マジか。怖すぎる。うーわ、マジかよ。つけだれのこと。わー、なんかお蕎麦のように。はい。なるほど。うわ、完全に、うわ、完全にこのシーン書かれている。違う、社長、ちょっと、社長一本これちょっと食べてください。全然大丈夫。一回ちょっと目リフトして。あの、特殊な訓練受けてます。ちゃんとつけてしまった。来ないと思うスタッフが来たんで。しょうがないですよ。うわ、やべえ、これ。いや、まあ、無理だったら吐き出した方がいい。本当に。これはあれでしたっけ？キャロライナリーパーとハバネロとラー油混ぜてる感じですかね。激辛唐辛子特有のね、あの苦味みたいな風味がしますけど、こっちのスープがチェイサー見たくなってますけど、チェイサーじゃないですか、こっちも辛いからね。ラーメン進んでないじゃないですか、もう。いや、ガリガリ君ばっかじゃん、自分。
マジでやばい。ああこれもう全部混ぜよこれはね味わってたしのはでもないもん作ってもらったな。やっぱこれ普通ね、辛いもの食べるときこうやって水飲むと余計辛くなるんですけど、分かってても飲みたくなっちゃうんですこれ。辛い。やっぱ。わあやばい。ってこれはあかんって社長。勝てそうっす。勝てそうっす。ルミさん勝てそうっす。社長は顔が痛くなってきたんですよ。マジっすか。僕も歯が痛いです。歯茎痛いです。歯茎痛いのは急に冷たいアイス食べたからじゃないの。それはもう武士道とは反する行為だと思いますけどね。マジだ、すごい。やば。ごちそうさまでした。それでは辛さレビューの発表していきましょう。武士道船橋店さんの辛トン20辛 with ジョニーキラー辛さレビュー、じゃらじゃら、 8.5 です。はい、いやー本当にね、もうねあのね、もうここすでに、ね、このお腹の周りがバーッとじわじわ熱くなる、そんな一品です。ジョニーキラー足さない20辛に関しては、ね、そうですよ。どれぐらいだろう、辛さレビュー7ぐらいとかですかね。うん、まあね、非常にこれ、ね、ハバネロを使ってるんですけれども、結構ねハバネロってね、こう苦味がこうちょっと気になるなっていう感じの唐辛子なんですけれども、これ、ね、スープのベースの売りのね濃厚豚骨ラーメン の、 あのスープの出汁が非常にこうクリーミーでね、もうそのねハバネロの辛さがね、こう非常にこう辛さと苦味が中和されて非常に美味しく、食べました。これね美味しかったわ。結構ねハバネロを使ってるはずなんですけどね、20杯。いやもうサクサク食べました。そしてねもやしな、もやしキャベツのシャキシャキに、チャーシューもね、噛むと肉汁が、甘く感じるほど、非常にジューシーな、チャーシューでした。でね、ジョニーキラーこれはね危険ですよ社長。ちょっとすいません。いやもう本当に食べました。あれは相当入れてますよね。ご苦労様です。もうきつかった本当に。あれはねちょっとジョニーキラー本当に危険なんで、これは一応商品化するんですかね。一応そうですね、はい、ジョニーさんを本当はやっつけるつもりで、はい、開発したんですけど、ね、はい、
参りました。いやもう僕も今もういやいやもう僕も結構参ってます今精進しますということでですね、一応あの、はい、今回負けちゃったので、はい、あのこの動画の公開後にですね、はい、あの皆さんにもあのジョニーさんの気分を少しでも味わっていただきますので、あのジョニーキラーを、はい、先着100名様に、はい、無料で無料で、はい、あのご提供させて、すごい、はい、もう負けましたんで、太っ腹です、負けましたんでジョニーキラー、はい、どうだろう、100人来るかな、ド M しか集まんないかもしれないですけどね、結構本当にあの危ないレベルなので、うん、まあ、ごく少量にはなると思うんですけども、はい、まあ、少しでも、まあ、あのジョニーさんの気持ちを、うん、あの分かってもらえる、そうですね、うん、思い出作りみたいな感じ で、うん、まあ、いいと思います。一応あの合言葉は、はい、あのリスタージョニー見たよ、激辛ジョニー見たよで、もしくは、はい、JK ください JK くださいそういうお店みたいになっちゃうからねジョニーキラージョニーキラーでジョニーキラーで、はいはい、そういうことで、はい、いや本当にありがたいですね。ということで、ぜひですね、激辛マニア、そして、別にね辛くない、ラーメンもありますね。一番人気は、濃厚豚骨ラーメン、ね、そうですね、豚骨ベースの、うん、ラーメンが、はい、基本になってまして、ね、一番人気があるのはオーソドックスな、ラーメンなんです。はい、はい、頑張りました。小岩本店と、船橋店、はい、100名100名ということで、はい、はい、ぜひね、激辛好き、そしてラーメン好きの方はね、ぜひね、武士道へ来てみてはいかがでしょうか。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ブログとあとツイッター等々更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。ありがとうございます。いえいえ、牛乳飲みすぎですよ